ンズチャンネルのさきです。こんにちは。なぜ今日私が一人でこの撮影をしているかと言いますと、ボンズさん、あさって30歳の誕生日です。おめでとうございます。ということで、実はですね、私たち今日から本当は2泊3日で旅行に行く予定だったんですけど、ちょっと事情がありまして、それを延期せざるを得なくなってしまいました。今日ポンズさんは残念ながら仕事に行っています。ということで、今回私考えたんです。せっかくだからちょっとだけサプライズをしようと思いました。で、こんなバルーンや、こんなバルーンをビッグダブリューから昨日買ってきたんですね。で、帰ってきたところで、まあ、今日は私がお迎えに行かなきゃいけないんですけど、迎えに来て家に入ったら、ちょっとこういったバルーンとかでプチサプライズっていうのをしてあげたいと思うので、今日これからちょっと準備をしていきたいと思います。こんな飾り付けと、今日やるのは、ティラミスをここにの容器に作ろうかなっていうのと、あとまあちょっと下お手紙を書こうと思ってます。きっと喜んでくれると思います。頑張って準備していきたいと思います。よろしくお願いします。はい、それではまず最初にティラミスを作っていきたいと思います。完成しました。はい、ということで次は、この風船と、30歳っていうやつを膨らませて、この背景のところを飾り付けしていきたいと思います。頑張ります。ということで、もう30は諦めてハッピーバースデーにしたいと思います。なんかちょっと違う飾り付けも一応買ってきました。引き続き頑張ります。ちょっといろいろトラブルがあって時間かかりすぎちゃったんですけど、無事に飾り付けが完成しました。あとはちょっとこちらに手紙をちょこちょこっと書いて、
ポンズくんの仕事の終わりをしたいと思います。はい、ということで手紙が書き終わりました。これで一応準備は全て完了したということで、あとはポンズさんの仕事が終わるのを待ちたいと思います。サプライズうまくいくように頑張ります。はい、ということで今仕事が終わったって連絡が来たのでお迎えに行ってきたいと思います。帰ってきて、扉を開けたらこんな感じでサプライズが待っているという設定になってます。喜んでくれると嬉しいです。行ってきます。してください。30か、これ消したら俺30になるのか。せでーやだな。じゃあだ、はい、サプライズ全員でーこー。はい、というわけでどうもこんにちは、改めましてポンズでございます。ありがとう。いやびっくりした本当にね。びっくりした。もう何、まあいつも通り仕事を今日ね、さきさんが僕を迎えに来て、家に帰ってね、入る時とか、いつもだったらさきさんがこう鍵を開けて入ってくれるんですけど、今日なぜか僕にね鍵をパスしてなんか俺が開けろみたいな雰囲気になった時、なんかいつもと違うっていう雰囲気を一瞬味わったんですけど、何も気にせずに俺が、はいって、ただいまーって開けた瞬間にハッピーバースデーのね、壁飾りだとかケーキが置いてあったり、手紙までねこういただいて、本当に嬉しかった。嬉しかった。さきさんからね、さきちゃんからのサプライズなんてめっちゃ、まあ、ないね。頻繁にはないから。私なんかあんまりサプライズ得意じゃないから。そうだ。そうだよね。得意じゃないからしないんだけど、好きじゃんサプライズ。そうだね。まあ僕からさきさんにはちょいこの前の結婚式とかね、サプライズいろいろやったことあるんですけど、なんか受けるとあれだね、嬉しいんだね。嬉しいね。ありがとうございます。というわけで、早速ケーキをね、試食していきましょう。はい、こちらがストロベリー、ティラミス。うん、そう、すごいじゃん。ちょっとね、形はいびつなんですけど、こんな容器まで買ってね。いただきます。うん、うん、おいしい。あー、おいしい。おいしい。うまい。おー、いちご大正解。ほんと、いちごともうクリームとコーヒーがそんな強くないから、うん、何、そのちょっと苦味が苦手な人とかも食べやすい味付けで、これもちろんね、マッチしてる全部、うん、ね、素晴らしい。ありがとう。上手、美味しいです、うん、ありがとうね。よかった、ね、いよいよ30歳になりますけれども、うん、あのポンズが30歳。ポンズってもうみんな知らないけど。どうですか、まあ、心境は。まあそんな心境はね、相変わらずそんな若い頃の自分とそんな変わるわけでもなく、毎日を楽しくね過ごして、さきさんとね楽しくいければいいなと思ってますけれども、うん、まあしっかりとした目標を立てるってならば、まあ、10代の頃は、まあ、人に支えられながら助けられながら己の成長してきて、で20代は20代で今度はね、将来のためにも経済的に貯金をしてきたりだとか、スキルを社会で生きるためのスキルを身につけた、技術を身につけたとかの10年間を過ごして、でいよいよ30歳になったということで、新たなスタートとして、まあ、目標としてはやっぱり自分から何か大きなことを広めていく、始めていくだとか、今までつけたスキル、あとは人の関係とかもですね、大事にしていって、何かまた新しいことをチャレンジできて広がっていければいいかな。で、まあ、もちろんその中ではですね、さきさんを含めこれからね、誕生するであろう家族とかも守れるような感じでしっかり僕が引っ張っていければいいなと思います。そうですね。本当にね、30歳になって一番初めのスタートがこんなにね嬉しいサプライズで良かったと思います。良かったです。
ありがとう。いいえ、どういたしまして。はい、ポンズ、無事に30歳を迎えられたということになりまして、今後もですね、僕たち夫妻ケアンズを拠点にですね、ケアンズのさまざまな情報や僕たちののんびりとした楽しい暮らしを発信していきますので、今後もですね、チャンネル登録やグッドボタンの方をですね、ぜひともよろしくお願いいたします。また次回の動画で頑張っていきましょう。というわけで、バイバーイ。